灯油がね残り少なかったんで朝一でちょっと入れてきました。今ね時間が朝の8時27分なんですけど、結構ね車止まってますね。何時に開くとかいな。駐車場の方には続々と車が入ってきてまして、でもね8時半に開かんじゃないとか、ね、年末なんでね早めには開くんでしょうけど、結構渋いんですよね。9時オープンとかそんな感じが多いんで、ちょっと待ってみて8時半にね開くようであればちょっとパトロールしていきたいなと思うんですけど、うん、どうやろう。今8時半過ぎて人がねどんどん入り口の方に並び始めてるんですけど、多分開かないですね。これは理由としてはオープンするとき大体入り口にねスタッフの人が出てるんですよね。何分か前にスタッフの人が出てはいオープンしますみたいなそんな感じなんですけど、今はまだね誰もお店の人出てない状態で、多分この感じだとねタイヤセンターぐるっと行くぐらいまで行列ができそうですね。入り口の行列はできそうです。人はかなり並び始めてまして、久山荘ホテルは、ね、アーケードの過ぎたあたりまで人が並んでます。多分おそらく今日の感じだと9時に開く、早くても9時に開いてみたいな、その間ずっとねこの建物に沿って人が並ぶんで、まあ、タイヤセンターのとこ曲がってずらっと並ぶレベルで、行列は続きそうな気がするんですけどね。こういう時はね9時15分とか9時半とかそういった時間に到着した方が待たずにサクッと入れる場合が多いんで、なんかね難しいですね朝一。なんかオープンと同時に入るっていうのがもうむずい。前は全然余裕でそれができてたんですけど、もう並ぶ人のね数がやっぱ増えてるんで、最近は特に早く福岡県3店舗目できてほしいですけどね。小郡店、こういった年末年始何時に開くかみたいなねアナウンスがされてる時とされてない時があって、福岡の久山倉庫店はされてないパターンなんで、基本10時には必ず開くけど、前倒しで何時に開きますよっていう確定情報がないので今日みたいなパターンになるんですよね。なので早めに来る人は予想して期待してね、並ぶんですけど、今日の雰囲気だとまず8時半には開かないし、早くても9時だなっていうところですね。今日はねちょっといろいろやること多いんで一旦帰ります。今年大活躍しているモルスゼロっていう乾燥機ですね、以前提供してもらったものなんですけど、そのメーカーさんからクリスマスプレゼントを送りましたんでってことでね、それが届いたので、なんだろう、これがクリスマスカード、こういうやつと、あとこういった箱が入ってまして、ほっ、表紙と、なんだこれは、なんかふわふわ素材の掃除で使うやつかな、
マイクロファイバー素材のなんかこういうやつ、表面のデザインカラーはこんな感じで、裏地は白ですね。ここはねループになっているので引っ掛けて使えそうですね。でこれがドライングボールかな。乾燥機使うときに一緒に入れておくと乾きがいいよと言われているドライングボールですね。これが入ってました。3つ入ってました。小さい箱にはマグネットらしきものが4枚ですね、入ってます。続いてこちら、はい、これは何だろう。とメモ帳、メモ帳と布製のカバーがついてます。パンダ、はい。で最後がこれ、これがエコバッグかな。なんか表面は紙っぽい素材のパリッとしたやつで、中は布かな。トートバッグ型のエコバッグみたいなものが入ってました。ありがとうございます。
ということで、今日は年内最後の夜のキッキリキの営業でございます。6時からあと1時間ないですけどね、頑張るぞ。おでももうすることがないけど、ちょっとなんかしよう。いつもだったらグラスとかね、プレートを
洗って拭いてみたいな、あの食器の準備とかしてるんですけど、今日はなんかね前もってもうやってたらしくて、ちょっとゆったり準備が始まってますね。カレーをね試食する時間なかったんですけど、取る時間がなかったですね。美味しかったです。普通に美味しかったです。はい、それではちょっと手伝っていきます。今の時刻がですね、朝の9時29分回ったところですね。もう必要なものを、ね、全部買って、今から帰るだけっていう感じです。ちょうど到着したタイミングが良かったみたいでね、サクッと買い物することができました。リワード全部使い切れたので、とりあえず良かったです。12月31日まで使わないとね失効してしまうんで、店頭に置いてあるね iPad mini、 これ最小スペックなんですけど、最後まで、ね、ちょっとね迷いましたね。やっぱり Apple の公式で買うかーっていうのをちょっと迷ってね、そのリワードでなんか他の消耗品関係とかね買った方がいいんじゃないかーってのもあったんですけどね、今年使えるリワードはもうねガジェットに決めたっていう感じだったんで、はい、もともとね公式価格よりも3000円ぐらい安いんですよね。でそこからリワードで1万ちょっとまたお買い得に変えてるんで、まあまあコスパ良かったですね。はい、で今日は今から昨日撮影した分のね動画を編集して公開して、で夜6時から忘年会なんで、それに間に合うようにねバタバタ、まあ、作業をするっていうような感じですね。晩飯も準備しないといけないんで、何をしようかな今日は。カレーを使っちゃったんでね昨日。今日は何ご飯にしたらいいんでしょうか。そんな感じでね、今回の動画は以上でございます。最後までご視聴ありがとうございました。それでは。